イエス・キリストの神殿奉献聖職祭、または、主の奉献の祝日は、聖法教会の祝日。イエス・キリストが、聖母マリアとナザレのヨセフによって神殿に連れて来られた祭の出来事を記憶して祝う。日本聖公会では、非コンビと呼ぶ。グレゴリオ歴で2月2日に祝われる。聖教会での主の言説祭に相当する。ルカによる。 福音書2章22節から40節の記述によると、マリアとヨセフは、立法の定めに従い、イエスを生後40日後に、エルサレム神殿に連れてきて、産後の汚れの清めの指揮を受けるとともに、イエスを神に捧げた。この時神殿の近くに住んでいたシメオンという人物は、イエスを抱き、救世主が到来したことを神に感謝した。この時に、 シメオンが歌ったという詩が、シメオンの参加である。この祝日は、エルサレムでは5世紀に、ローマでは7世紀に祝われるようになった。西方天霊では10世紀以来、マリアの清めの祝日と称されてきた。1960年の天霊刷新で、東方教会の伝統に沿って、再び、主の奉献という呼称になった。地域によってはこの日で、クリスマスシーズンの終わりとして、 クリスマスツリー等を燃やす。民間では、ヨーロッパに古くからあった立春の祭りと集合した、風習が見られる。また、ローマに猛出た巡礼が法王より生態を可視される、行事に習い、フランスの各家庭で、クレープが焼かれ、食される日でもある。日本成功会祈当初6ページ、日本成功会、百九十一年六月二十日、第一版ラウダーテ女子パウロ会。 聖職祭キャンドルマス聖母、マリアの清めの日そしてクレープの日、大森幸子、フランス歌詞図鑑を歌子の名前と由来99ページ世界文化社。ありがとうございます。